これか。支配人の部屋にあったのと同じだな。よし、じゃあ宣伝の仕事始めるか。さあおい、激蔵くんの参上だ。よし、変身完了だ。あとは来てくれたお客さんに激蔵くんでアピールすればいいんだな。さて、誰が来てくれるか。不審な声、もしかして侵入者。ん？なんだ？なんだ今の。よく見えないぞ。うわ、パオンとか変な声も聞こえた。もしかしてこれの声というか、これは何？劇場くんのカラクリ像？お客さんじゃないようだな。となると、もしかしてこの望月あざみの目を盗んで像を置くなんて、なかなかやる。望月あざみ、そうか、この子が4人目の花組隊員か。こんなところに謎のボタンが。ん？ボタン？そんなものがついているのか。里の掟42条、謎を謎のまま捨ておくな。お、掟？押すのか。ちょっと待て。ポチッとな。激増だぞ。受けた。嘘だろ。うん、わかった。これはただのカラクリ像なら問題ない。バレずに済んだか。だけどなんだかいろいろと変な子だったな。